プ攻撃、対空、うん、無敵を釣れ。無敵を釣れ以上。インパクトは返さない。インパクトはあいつは返せんで。お前もインパクトはもう5回ぐらい打っていい。わかった。何回打ってもいい。インパクト返さない。あーね、ワイワイさん、いいアドバイスすんな。ジャンプ、対空、無敵を釣れ。あー、いいね。無敵を釣れ。そう、無敵を釣れ。インパクト返せない。インパクト返せない。そう、これだけ。このやっぱあの、言い切るのいいね。絶対勝てる。ディスコどこに行くんだ、どこに移動すんだ。めちゃくちゃいいね。絶対勝てる。いつも通りやろ。いつも通りやろ。相手を見て、よく相手を見てな。相手を見る。相手を見て、うん、落ち着いて。うん、分かりやすいし、実行しやすいし、同心ホームや。こんだけちゃんと自信満々に言ってくれたら、やりやすい。お互いを覚え、聞こえるかな。今日さっき、あの、全勝したかったですねって言ってくれたじゃないですか。うん、はい。でもきっと、あの、私はユージンさんに負けなかったら、うん、続けたい気持ちが今よりも少なかったかもしれないです。ああ、まあそれはね、やっぱちょっと、そういう意味では、はい、まあ敗北っていいですからね。そうなんですよ。なんだかんだやっぱりなんかうまいことちょっと勝てたシーンも多くて、そう、自分でなんか負けるイメージがあんまりなかったので、まあある意味自信ではあったんですけど、まあ、満足して終わっちゃう可能性もね。そうなんですよ。じゃなくてもうクソっていう、あんな名前でクソ負けたみたいな、やっぱちょっとバネに変える力がゆうじさんにはありましたね。いや、そうなんね。やっぱね、負けると、しかもね、これね、寝る前に思い出すんですよね、布団に入ると。いや、そうなんですよ。あの時ああしてればって、結構やっぱそれがストリートファイターの面白いとこ。痛い。うわ、これ死んだ。はっはっはっは。会社がよっいけるんやね。だよね。オーバーキルしちゃう。あなんでだよ、今の。勝率 80% ぐらいだな。やっぱカルビはやっぱあの、立ち回りの硬さと守りの硬さがやっぱりちょっと抜けてるよね。こういうのとか、あの、相手に攻められてる時も焦ってないから。やっぱりスト6をしっかりやってたのがすぐ出てるなと思うわ。うん、いや、うまいな、うまい。そのミッチーさんが、もうあの、攻めあぐねちゃってたね。どうやって攻めてるかいいのか分かんなくなってた。うまいね。コーチさ、コーチよりだいぶ歴長いから。カルビ。よかったね。ちゃんとたまにパリーとかもね。出そうとしてたけど。よくちゃんとジャークアシストコンボ。いや、この2人かなりいいね。レベル高いね。なあ、うまい。ちゃんとコンボ無理してずる。教えたことになった。赤ちゃんあんな痙攣するからね。手が。二人とも死ぬぞ。わかった。なんで昭和の野球部許されたかわかった。ここで勘違いするからや。そうなんだ。洗脳されてるから。洗脳されるからや。いやー、でもやっぱいい動きだよな。お父様にありがとうね。ありがとう。これ終わった。ノーサイド、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 ノー
ツルリさんマジで最後のラウンド勝率 10%。 いや面白かったわ。じゃあ濃く見るか、濃くしても見てみるか。これか。もう顔が嫌やもん、もう。もうここが嫌やもん、もう、今。この時点で。バカの一つ覚えみたいなことしやがって。我玩在后派生哦，你说这样子来就是冲来冲去是不是？这招我觉得它有用，它有用的地方是，例如说你领先很多的时候，对手丢波，你就这样子，然后再来一次，对，然后你用两次，他心态就会炸了，对，所以如果你想搞人心态的话，这招我觉得特别有用，你懂吗？然后如果你可以再厉害一点，就是。对 你只要这个 play 有做出来一次他解摔了，那这个人一辈子都没有办法跟你打了，你懂吗？你就这样一次啊，闪掉气功啊，过去，然后过去，然后664啊，对，他解摔，然后你也不用打他，这个 play 只要出来，这个人一辈子都不能跟你打了。对，因为他看到你他就是会满腔怒火，干，这个人在搞我，操你妈的，我要你死，这样子。所以成功一次你可以毁掉一个人，有用。結構そのアキラさん、コーチのアキラさんのちょっと腕の見せ所かもしれないですね。アキラさんの腕の見せ所、まあそれは対戦相手もやっぱ言える。相手側のコーチの腕の見せ所でもあるね。かなり孫さん、おそらく孫さんの作戦がこれぶっ刺さってます。この試合が一番緊張すると思うんで。うん。ジュリか。で警戒してるなー相手。マジか。しっかり。うわあ、おお、うまい。うま。ラッシュ強パンチからチューパンアシストコンボして SS3。コンボ、そう、つるぎさんは、コンボ精度めっちゃ高かった。つるぎさん、自力コンボめっちゃ多いんですよね。いや、でもなんか、国兄の弟子って感じですね。国兄は本当にコンボとかセットプレイ、絶対にしっかりやるべきっていう考えがあるから、そうしたら絶対勝率上がるよってタイプやから、ちゃんとそれが出てる。全勝おめでとう、ありがとう。パッチさんもありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。山田さんもありがとう。全勝おめでとう。ありがとうね。ポマイヤさんもありがとう。ヤクちゃん。今日もカルビちゃんへの恋のマジカル、シュッキシュッキラブリーメモリーが俺だけレベルアップな剣。もちろんおじさんのジョブはカルビ姫の人類最強、最強熱烈。ナイトだおー。恋という名の迷える S 級ダンジョンもしっかりエスコートしちゃうんだから、おじさんもまだまだレベルアップしちゃうよ。でもいつかはジョブチェンジしてカルビちゃんの鼻の軟骨になってあげたいな、なんつって。ポッ、やばい、怒り、やばい、やばい、いいマイジャンプ。うまい。
その、リリムさんの、やっぱり、よか、いいところって、ちゃんと置き攻めまでやっぱりその、短い期間でいけてるんですよね。うん。その、モダンブランカって、コンボを練習する時間をほとんど取らなくていいから、置き攻めまでいけてるのがやっぱり差になってるんだよね。今の試合はそうやったね。ちゃんとあの、置き攻めを練習して、それを実戦で出せたっていうね。なんで竜巻出えへんねん。おい、なんでや。何これ、何これ、スカルとかあんのこれ。メンタルだね。でもね、メンタル弱い人の方が結果的に強くなったりするからね。その分練習するから、最終的にすごい強くなったりする。紐でちゃった。ハメラウンド来た。大丈夫よ。おお、マジか。今の多分適当に押してるな。多分かぶった、かぶった。そこはね、長所。いいね。いいよ、いいよ。もう投げたくない。ナイス、ナイス。うん。いいインパクトですね。お、これは。これを出した。ああ、今のした。ああ、投げ。うわぁ、バッチバチやな、これ。いや、熱すぎだろ、これ。うわぁ、おぉ、勝ったー、ついさん。いやー、ナイストライだ。どうするんだっけ。いや、これはいい試合だね。バーンアウトしたのが、になったか。これは相当熱かったね。剣さんが繋いだわけか。